マンローが速度記録達成に使用した1920年製インディアンの複製バート・マンローことハーバート・ジェームス・マンローはニュージーランド・インバー・カーゲル出身のライダー1967年ボンネビル・ソルト・フラッツにて自ら改造したインディアンで 1000cc 以下のオートバイ陸上速度記録を樹立した彼の記録樹立までの奮闘はアンソニー・ホプキンス主演の映画 世界最速のインディアンの題材となった。彼は1927年に結婚した妻フローレンス・ベリル・マーティンとの間に、ジョン、ジューン、マーガレット、グウェンの4人の子供を設けた。1978年1月6日にインバーカーギルにて死去、78歳没、ジョージ・ベック、バート・マンロー、スピードの神に恋した男、岡山・トール役、 タケダ・ランダム・ハウス・ジャパン、2007年1月。ISBN 978から4億2700万182から、0。バートの生涯を綴った表伝。デイブ・ブラック・ウェール、ザ・ワールズ・ファシティスト・インディアン、ザ・ムンド・スペシャル、エイドリビュート2・ HJ ・ムンド、AKA ・バート、ムンド・アーカイブド2011年7月23日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。 i n d i a n m o r t o r b i k e s c o m ありがとうございます。